おはようございます。5月16日、本日の経済の出来事を3つ取り上げていきます。本日はですね、1953年 NHK が大相撲のテレビ中継を開始した日です。1977年初の実用的なパーソナルコンピューター Apple II が発売された日です。2015年幕張海浜公園にてレッドブルエアレースワールドシリーズが日本初開催された日です。ということで、この中からですね、1977年初の実用的なパーソナルコンピューター Apple II が発売されたということを深掘りしていきます。 Apple II はですね、 Apple が1977年に発表したパーソナルコンピューター、当時の分類としてはマイクロコンピューターと呼ばれていました。世界での販売台数は1978年に7600台、1979年に35100台、1980年に78100台、1981年には約18万、1982年には約30万台と毎年倍々に増加し、パーソナルコンピューターの普及に貢献するとともに、Apple の礎を築いた商品です。生産は1993年まで続き、総計500万台が生産されました。日本への輸出台数は1979年の1年間に約5200台に上りました。1980年に東レが販売総代理店になってから、 Apple IIJ プラスと合わせて1982年までに約2万台を販売した商品となっております。本日はですね、5月16日、1977年初の実用的なパーソナルコンピューター Apple II が発売された日ということでお伝えしました。本日も一日よろしくお願いいたします。